NFL 開幕戦来ましたね。どう、いやーすごいよこのスタジアムね。初めて来ましたね。いやすごい、なんだろうか、ラムスって、まあ、ロサンゼルスのラムス初めて来て、まあ、チームのね選手の名前も分からず来ましたけど、今回どうなってんでしょうか。ちょっと待ってね、入っていきましょう。 Thank you。 すごいねこのスタジアム。なんかくれたんだよね。えぐいなここ。おいおいおい、やばいぞこれ、こんなの見たことないよ。やばいなこれ本当に。いやすごいねこれは。とりあえずちょっとショップに行ってみましょうか。やばいんじゃないかここ、やばいと思うよほら。無事終わりました、ラムズとねビルズのねあの NFL 開幕戦初めて見に来ましたけど、めちゃくちゃ良かった。見てほらこのほらこのスタジアム。今ねチャンス君がねウーバーを呼んでくれてます。よかったね、最高最高。いやー負けちゃったけどね。
なんだろうね、このエンターテインメントのこう完成度というものは。ね、エンターテインメントの完成度が半端ない。半端ないね、うん、やっぱね、なんか思うにね、こういろんな人がね、ここに来たらね、日本人の人とかも、ね、経験したらいいと思う。こういうのは遊んでるように見えて遊んでんだな。何をね、こうしたらね、日本もこんなものができるのかなって思う。日本人もこんな熱くなれてハッピーになれる。なんかね、ここに住んでる人たちっていうか、アメリカに住んでる人はみんなハッピーな気がするし、なんかすごく娯楽がね、成熟してる。本当にもっともっと日本人も楽しめるのがたくさんあるね。なんかこう、アメリカアメリカアメリカっていい国だなっていう、なんかこう自己、なんでの、自国外がね、こうね、なんかある気持ちがよくわかる気がする。なんかあの、なんだろうな、全く関係ないんだけど、アメリカの国歌を聞いてね、なんか、ああいいなとか、ちょっとなんかゾクゾクゾワゾワって取り当てたったりもしたしね。なんだろうね、君が代で立ちたいね。なんなんだろうか、このうん、まあね、チャンス、部屋っ子にも見せてあげたかったね。うん、ウコンさん、ウコン、部屋っ子にも、部屋っ子も喜ぶだろうなって。いやね、来ましたけどね。うん、だん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 年取るとさ、あのウコンもさ、頭固くなっちゃうからこういうの見て柔らかくさせてあげないと、ね、ほんと、ね、うん、堅実な方だから。ほんと初めて堅実な方だから。そういうこと。でもね、そうなんだよね、柔らかいとこもあるんだけどね。うん、なんでちょっと部屋っ子もね、今度連れてきてやろうかな、ロスに。ということで、まあ、とりあえず、初 NFL の、開幕戦、はい、あの、もう見させていただきました。本当にありがとうございました。いや、楽しかった。じゃあね、部屋長、部屋っ子チャンネルでした。